호주머니 까봐. 내가 더듬을 기대는 전혀 하지 말고. 자, 비었어요. 비었습니다. 없다고요. 누가 나한테 아까 문자 보냈잖아. 그리고 어디다 놨어 대체 핸드폰을? 어? 가시오! 안녕하세요! 너 내가 만지는 거 싫었으면 벌써 있났어. 넌 아직 좋아하지? 아니, 나 이러니까요! 감독님 괜찮아요? 예. 아니, 여기 주셔. 전문가로. 2人のイケメンから猛烈アタック。ラブコメの女王が帰ってきた。嫉妬の化身、恋の嵐は接近中。전국적으로예년보다무더운날씨를보이는데요내일은오늘보다기온이더오르겠습니다アナウンサーの夢に向かって奮闘中のお天気キャスターナリ。何から何まで何でもこなす過酷な女子アナへの道。そんな時、かつて片思いをしていたイケメン記者、ファシンとの再会を果たす。너아직도나좋아하냐？
그자리가제자리니까그자리에앉으세요一方ひょんなことでナリと出会ったのは財閥御曹司でファシンの親友でもあるジョンウォン。ナリの魅力に惹かれた彼は積極的にアプローチだけど、お互いの距離が縮まる中、思いもよらない展開が待っていた。너나좋아하지아직도突然始まった恋のバトル。キュートでちょっぴり切ない三角関係、一体どうなっちゃうの？ナリが選んだ運命の恋は、数々の大ヒット作でラブコメの女王と歌われるコン・ヒョジン。ああ私の幽霊様のチョジョンソク。恋のスケッチでブレイクした若手注目株コ・ギョンピョ。2016年 SBS 演技大賞ロマンティックコメディ部門最優秀演技賞ダブル受賞をはじめ、五冠の栄誉に輝く快挙を達成。回を重ねるごとに上昇した視聴率は同時間帯で1位を獲得。胸キュン必至の恋模様をメインに、家族の絆や友情といった人間ドラマのぬくもりも加えて描く、ハマり度ナンバーワンラブコメディ。嫉妬の化身、恋の嵐は接近中。